はい、ピースケです。パワーフェスやっていきたいと思います。今回は、彼ですね、暗黒スバルを出していきたいと思います。で、暗黒スバルの出し方なんですが、まあこの1回戦でですね、スバルを出してもらって、ここに1回戦でスバルがいないと、闇スバル後で出てこないので、まずここで登場させることが大事です。で、なんか最初さっきイベントあったんですけど、ちょっと飛ばしてて申し訳ないんですが、なんかイベント発生してスバルがなんか会いに来るやつがあって、それで出てくるようになります。で、ここは無視して普通に試合していきたいと思います。 SG 高校勝ちましたという感じですね。悟り、イエーイ。で、アプリじゃない、スバルが何か起きてるみたい。負けたんですね。負けてしまったよ。気にすることないでやんす。スバル君の犬なんて覚えたの見ないで。ひどいこと言うな。全然フォローになってないよ。てんてんてん。どうせ僕なんて。うわぁ。っていうイベントが発生する感じでございます。いやぁ。ってなるともうフラグが立ったので、あとは、行くのみでございます。はいはい。はい、で、決勝まで来ましたということで、能力は上げれてないの、いいか。で、対戦相手ね、アンドロメダが出てきます。はい。で、投手3枚って言おうとしたんだけど、今なんか変な感じだったね。3人になってるので、まあ嵐丸と、そのさっきの暗黒スバルと、誰だわかんないけど、で、普通に戦います。なんだかんだこっちが良かったな。で、アンドロメダ高校で、久しぶりだね、エルドレッドということで、闇スバルが出てくるっていう感じですね。丸変わったのさ。確かにこのスバルは強い。スバル、目覚まさなくていいんですよ、彼は。はい、という感じですね。持ち込みましょう。え、球種見えるようになった、ラッキー。さあ、行きますよ。ルーレット。で、ここのルーレット重要。ちょっと試合後ルーレットは勘弁して。勝てば3人来い。やめてやめて。うわー、きつい。これはきつい。これはきついわ。二次谷だね。DH を。星空正捕手だろ、どう考えても。まあ打撃力いいやついないから、まあこうするしかないかな。こっちから出そうかな。絶不調。絶不調多いな。ファーストがいないんであれですけど。っていう感じでございます。ついに迎えたファイナル。今回はなんと、先ほどチーム離脱を表明した矢部選手をゲストにお招きしてお届けします。矢部君ゲスト。この状況で大一番を戦い切れるか。一塁側チャレンジャー、三塁ベンチ、アンドロゴーグルを通して見据えるは優勝の双子。ここには入ってないんだ、スバル。結集して臨むアンドロメダ学園です。さあ、まさかの事態で一致団結のチャレンジャーか、それともアンドロメダ学園が格の違いを見せるのか、はい、真の底力を思う存分ぶつけていただきたい。さあ、プレイボールです。お前が主役かい。さあ、はい、さあ、注目これニュース速報が今始まりました。あ、矢部くん副音声登場。投げた、初球を打ちました。これはファースト真正面、そのままベースに入って、
打席には3番バッターが入ります。投げました。おお、外れた。阿部くんが副音声に登場しております。球威のある球を投げ込みます。アウトロー、ギリギリいっぱいストライク。これで追い込みます。打った、3塁線、惜しくも切れてファール。打ちました。センター前進、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト。さあ4番が打席に入ります。思い知るといいね。投球2球目、変化球が切れています。打った。なんか嫌がらせしてんじゃない、もしかして。一塁ランナー二塁蹴って三塁へ、カットマンへ送る、三塁へ送る、チャレンジャー先制点を奪われました。矢部くんがこっちに嫌がらせしてる、もしかして。出た、ヤミスバル。スバル、アンドロメダのテクノロジーを結集させた、いける、いや投げる化学兵器です。全てをスマ、とりあえず加藤。まずは初球、スライダーはストライク。強いんだよな、でも。投球これから2球目。ゲイ。入らない。ヒット。中継。三つ行け。星空、三塁へ向かう。アウトだ。やばい。あー出た敵。バットを出しません。ボール。カウントワンボール。めっちゃ妨害してくんじゃん、矢部くん。スライダーはボール。カウントツーボール。第3球投げた、打ちました。ピッチャー、やりよるな。さあ初球、矢部くん出た時は補正がかからない。パワーヒットかの彼女の。ぶっ飛ばした。これは気持ちのいい当たりになった。なっていっしょ。いらっしゃいませ。どう、さあ初球は、マジうざいんだけど矢部くん。さあ次の球、ストレートはボール。第3球はインサイドストライク。バッター追い込まれた。さあ勝負してくるのか。きたー、文句なしの当たりだ。対側いいっすね。フェンスのお外へぶち込む。あ、そっか、最後ファースト守れんじゃん。1球目、あー、これでかいぞ。そしたら立川出してやれるね。森川、二塁までご到着しています。さあ第1球投げた。なんだオイラ抜きの君。厳しいところ、来たか、行け行け行け。お前が勝手にやめたんだろっていう。セカンドへ送球、チャレンジャーリードを2点に広げます。3対1。さあ打席には7番バッター。とりあえず勝ちます。第1球投げました、高く上がってます。ライトへ上がった。やばい、取りました。これで3アウト。6番バッターが打席に入ります。初球を打った。センターへの打球取りました。これでワンアウト。8番バッターが打席に入ります。第1球を投げました。ダークネビュラ見送ってボール。ダークネビュラ。第2球投げた、打った、レフトへ持っていった、ヒット、レフト前ヒットになった。ヒットを放ちました。アンドロメダ学園、ここはバントに警戒します。打ちました、初球打ち、セカンドライナー。チャレンジャー、ここはなんとかしのぎたい。こう地味に点は取られるな。打った、レベル低いのもあるけど。ボールカウントはノーボール2ストライク。打ちました、1、2、2、抜けた。さらに1点を返します。やべ、邪魔すんなよ。チャレンジャー、さらに同点のピンチです。1番バッターが打席に入ります。2次体打ちました、飛び込んだ、ヒットになります。バックホーム間に合うかどうか。まずは同点、同点だ、怖い。得点を許すヒットを食らいました。チャレンジャー、ここが踏ん張りどころ。初球を打ちました、ボテボテの。あまり間違えた、間違えた、2塁はセーフ。間違えた、あーくそ。6対5。チャレンジャー追う展開、しょうがないからホームランと。さあ星空、あー、これはでかいぞ。バトンと直撃だ。セカンドへ放り投げる。星空、素敵な二塁打を放ちます。チャレンジャー、さあ星空くん、鎧がしっかりとした足取りで打席に入ります。静かにバットを構えます。第2球投げた、来たか、入れ、ボールは中継、逆転、逆転、この
面白い展開になってきました。7対6、アンドロメダ学園追う展開、迎える5回です。打席には5番バッターが入ります。いやいや、赤徳のある虹谷なんて見たくないよ。虹谷三振、虹谷見事なピッチングです。6番バッターが打席に入ります。シュート見送ってボール、ワンボールワンストライク、打った、これはゲッツーか。虹谷ボールを掴んだ、アウト。チャレンジャー同点のピンチを迎えます。打席には7番バッター、こいつムカつくな。虹谷粘りのピッチングを打ちました。ショート正面、エラーすんなよ。一塁へ送る、アウト。これで3アウト。では打席には7番バッター。さあ初球、初球を打った、ボールはライダーで右中間へ、ライト前ヒット、クリーンヒットです。ナイスなバッティングです。8番バッターが打席に入ります。負けるがいい、ムカつくなあいつ。打った、いい当たりだ、美しいヒット。せーの、一塁ランナー二塁も、二塁いけたわ。いいバッティングを見せました。さあ桜の宮、かっちりと打席につきます。リードを広げておきたい。出るかな、打ちました。ショートが2人、二塁送球、二塁フォースアウト。チャレンジャーズ1点入りました。8対6、投げました。しゃあ、いい当たりになった。これでもホームランならないんだよね。これはきっとになります。セカンドへ送球、星空ツーベースヒット。星空は強い。4打数4安打、本日の打ち出の小槌決定です。バイバイ。カウント1ストライク、スライダー。なんか言ってたね今、つまり打ち出の小槌。オッケー、いけいけいけ。星空一気にホームへ、チャレンジャー、さらに1点追加、9対6。マジ勝たないと、ルーレットマジ最悪だよね。ここはなんとかしろ。なんだ、打席には9番バッター。副音声の毒舌が好評。どんだけ悪口言ってんだあいつ。インコース引っ張った、右へ打っていったが、これは切れてファウル。際どい打球、ファウル。速報で言うこと、外れた。ボール低めに攻めていきます。見送ってボール、いいコースですが外れています。打った、一二塁間へ、一塁送球、アンドロメダ学園さらに1点を返しました。チャレンジャーさらに同点のピンチです。1番バッターが打席に入ります。ファウル、絶対負けねえかな。やべ、次はどう攻めるのか。さあ次は何で来るか、あーっと引っ掛けた、ボテボテのサードゴロ、アウト。スリーアウトチェンジ。ではアンドロメダ学園、さあ星空、大西が来た。打席でもスマートな所作です。負けねえよ。ボール外れた、わずかに内側、外のボール球打った、ボテボテのセカンドゴロ、アウト。これでワンアウト。大西の方が打ちずれる。さあ諸井がしっかりとした足取りで打席に入ります。おっと、デッドボール。さあキャプテン、彼がチームを勝利へ導きます。そのこれはでかいぞ。あるか、アンバウンドきっとになる。カットマンへ送る、ツーベース。次は今日これで4打数の3安打。さあタイガー行くしかない。高校級スラッガーサイガー、リードを広げておきたい。投球2球目、バットを出しません。練習効果 40% 見せてくれ。覚醒、ああ、そろそろバッターと勝負していただきたいところ。覚醒、打ちました。ライナーやった、ライト前ヒット、三塁ランナーホームイン。チャレンジャーズ1点入りました。さあ森川少年、森川ウエストバレるっていう、この回球種でウエストバレる。これも外します。さあ3球目、打ちました、センターへ飛んだ。センター前のヒットになります。チャレンジャーズさらに1点追加、11対8。アンドロメダ学園、何としても得点を上げたい9回です。さあ4番が打席に入ります。投げました、カットボール決まってストライク。5点差で勝って1人だったらもうマジ泣くしかない。引っ張った、ライト線ヒット、打たれる。打ったバッターは2塁へ向かった、ツーベース。うん、これで2アウトランナー2塁。あれだっけ、3点差以上でコンピューターレベル上がるんだっけ。インロー、ギリギリいっぱいストライク。
そういえば今更だけど。カウント1ボール2ストライク。打った！オッケー。強い。待って、俺も一緒に戦う。仲間に入れてもらうぞ。おい、おにし、ありがとう。で、ここにやみさん、レベル 13？ いきなりマックスなの？え？はい。という感じで、この4名ですね。で、やみすばるを仲間にします。僕は敗れた。そんなこと言ってる場合じゃない。マスターしていたい。もの以上の暗黒パワーが。なるほど。頼むぞ、スバル。やりました。はい、という感じですね。で、仲間が、これ自分だ。まあ、これはまあ、ね、みんなご存知の能力だと思うんですが、っていう感じですね。はい。で、やめすばる。で、不調ですけど、こんな感じですね。あっ！やべ。足早え。こら。してあげる。パブ。じゃあ。ナイスバッティング。ヤミスラナイスバッティング。あだす。はい、ということで、はい、こんな感じですね。スバルは結構やり方は簡単なんで、まあ、1回戦目で、もし出た場合にスルーしていけば良いということですね。うん、すると決勝で出てくるんで勝って、まあ、でも2人以上仲間にしないといけないので、その場合は、まあ条件、ホームランとか点差とか、まあ、ルーレットになる場合もあるしっていうのをクリアして、手に入れようという感じですね。まあ、1回目は仲間になっちゃえば、まあ、初期でもう連れていけるようになると思うので、はい、というわけでこんな感じでございました。はい、ちょっと他にも何人か、まあ、アフロイカリとかいるので、キャラがね、その隠れキャラっぽいやつ、カレンちゃんも出るみたいなのが見たので、その辺もやっていけたらなと思っております。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。というわけで、皆さんピースな一日を。バイバイ。